皆様こんにちは、新座市長の並木勝です。この度新座市は子ども家庭庁が推進する子ども真ん中プロジェクトの趣旨に賛同いたしまして、子ども真ん中応援サポーターを宣言いたします。新座市ではこれまで子育て応援都市新座の実現に向けてさまざまな取り組みを進めてまいりましたので、ここでいくつかご紹介をさせていただきます。まず産前産後の環境の充実に向けた取り組みといたしまして、保健センターや地域子育て支援センターのコーディネーターが妊産婦やそのご家族によろしとって適切な助言や情報提供などを行うことで、妊娠期や子育てにおける不安や悩み事、孤立感を解消いたします。そして安心して育児に臨めるようサポートし、妊娠期から子育て期にわたる伴走型の切れ目のない支援を提供しております。またファミリーサポートセンターでは、育児中のお母さんやお父さんたちの心と体のリフレッシュや、もしもの時に頼れる場所として日々の育児をサポートしてまいります。保育環境の充実に向けては、保育コンシェルジュの配置による保育施設の利用相談体制の充実や、保育園の使用済みおむつの持ち帰りをなくすなど、保護者の皆様のニーズに応じたサービスを展開しております。そして一時保育や養護児保育の実施や、障害児や医療的ケア児を含め、全てのお子様を安心して預けられる保育体制を推進いたします。また待機児童の解消に向けて、保育士の確保に向けた取り組みや、幼稚園における長時間預かり事業なども進めてまいります。次に、子どもたちが安全で安心して遊べ、子どもたちを見守る保護者の皆様の憩いの場所ともなる公園の整備にも力を入れてまいります。本年3月末に完成した新座セントラルキッズパークや、今年の夏にプレオープンを予定をしています大和田水辺の丘公園は、水と親しみながら全ての子どもたちがのびのびと遊べる充実した居場所となっています。次に、学校教育については、 ICT 教育の充実に力を入れ、市内の小中学校全ての児童生徒にタブレットパソコンを整備するとともに、高速無線 LAN などのインフラ整備を実施いたしました。そのことが日経 BP 社による全国市区町村公立学校情報化ランキングで全国1位になるなど高い評価を受けました。このように全ての児童生徒に充実した環境で学習に臨めるように、教育活動の質の向上と環境整備を行っております。また放課後の子どもたちが安全安心に過ごすことができる居場所として、全ての小学校でココフレンドと放課後児童保育室が連携して、子どもたちの心身の健全育成に努めております。さらに、子育て世代の経済的な負担軽減を図るため、出産・子育て応援給付金事業や子育てファミリー応援事業などを実施しており、令和6年度には子ども医療費の助成対象の拡大や、一人親家庭医療費の自己負担廃止など、さらなる子育て環境の充実に向けて全力で取り組んでまいります。このように本市では安心して子どもを産み、
成長の喜びを実感しながら子育てができる町を目指します。そして未来を担う全ての子どもたちがのびのびと育つことができるよう、子どもたち自身が何を望んでいるか、何が望ましいか、子どもたちの声をしっかりと聞きながら子育て支援政策の充実推進に努めてまいります。新座市子ども真ん中社会、頑張るぞー。